あれ、ウンゴさん出身どこでしたっけ？これ千葉。千葉。え、うん、千葉の名前なんすか？その。教育。あ、帽子だ。え、そのチャーライとか。え、チャーライじゃないの？チャーライ。チャーライ？チャーライ。あれ、ダスクさん？ダスクさんちょっとチャージライフを略して言ってみて。チャーライ。あ、チャーライ。え、チャー、俺なんて言ったんですか？チャーライ。チャーライ。チャーライじゃないの？ああ。なまってんだねじゃあね。チャーライなんて言った。え、じゃあクラナドはクラナド。いや、それはクラナドだろ、どう考えたって。どう考えたってクラナドだろ。クラナドって言うんだ、みんな。甘神は甘神甘神その理論で言ったらそうなるよ。そうなるよ。マジでわかんない。甘神じゃない。甘神なんえ、なんて言うの甘神。あ、甘神様みたいになってんじゃん。ええー、何やってんのなんか、どこから撃たれたのかわかんないかなって思ってます。撃っときます。どうでもいいんで。もう一回行こうよ。ちょっとなんか締まりが悪いじゃん。もう締まりまでおかしい。マジで締まりになってる。締まり。すげえ嫌なのが、はい、それわざと面白いと思って言ってんですかみたいなこと言われるのね。憤慨してるんだよ、それに関しては。ああ、イントネーション変えてんだろ、わざとっつって。そうそう、面白くねえじゃん。いや、面白い。今はめっちゃ面白い。面白い。どういうあれなんだろう、全部じゃあ一緒の間違い方してんだね。3文字だ。あ、でも4文字か。え？あと3文字なの？だってさ、決まりは決まり。決まり。FF10 の決まりじゃん。決まり。名前は違うんだ別に。名前はそう言ってたからそう言ってるだけのわけじゃん。窓マギだ、窓マギ。おかしいだろそれは。本気？本気本気、窓マギ。何言ってんの？トラドラ？え？トラドラ。ちょっとずれてんだろうね。え？え、じゃあドレミファは何ドレミファドレミファソラシドのドレミファはソラシドドレミファソラシド。あ、それは違うんだ。それはそうじゃん。それはドレミファって言ってほしかったんだよ。やらないじゃん。つえつきたな。ヒカキン。ヒカキン。ヒカキン。確かにヒカキンじゃないですか。ヒカキンだね。なんか語尾が下がりたいんだね、どうしても。あ、そうだ、みんな上がるじゃん、最後、ね、上がるね、うん、彼氏みたいな感じでしょ。あ、でもそれは彼氏、うん、それなんかちょっと生きてる感じ。あ、やべ、離れちゃった。ニュアンス的にはそういうことでしょ。あ、まあでもそうっすね。ケツが上がるってことだよね。あ、あの、火力まで行こうと思ってます。オッケー。ほんと正金はいや、正金それはもうわからん、わからん。じゃあもういい金って言わないでしょ。いや、ヒカキンもヒカキンって言わないでしょ。同じだ、だって同じことじゃん。まあね、なんかでもあるんだろうね、基準が。自分の中の何か、うん、譲れない何かは。すごい特殊だな。え、なんでさ、社会にそんなに毎回毎回さ、配信時間長えの、すごくない？ちょっと。あ、でも俺、めちゃめちゃ短いっすよ、マジで。今月多分俺もうすぐだって8月終わりますけど230時間ぐらいなんで。230時間。はい、めちゃくちゃやってるじゃん。めちゃくちゃやってる。1日8時間やってるよ。敵を潰しに行くわよ。300時間来たの今年多分2ヶ月目かな。だから毎月の中では短い方相当。モンスターだな、モンスター。あの、気絶した月はちょっと控えようかなって。終わった時257にしたんですよ。あれちょっとごめん、笑っちゃいけないけど、あそこの場所の人、おい、釈迦が気絶したとこに敵いるぞってみんながさ、その名称がついてるぞ。あの、悪口とかじゃなくて、おい、釈迦が気絶したところ敵いるぞみたいな感じで。俺、だってこの間、結構前だけど、デトでやってる時、うん、あそこあそこって言ったと、俺気絶したとこって自分で言いました。名称出てこない。めっちゃわかりやすいよね、あそこ。いいところ気絶したからな、あれな。いいところで気絶したから。
聖地になってる。スタンドハウスみたいな感じで名称ついてる。釈迦が気絶した崖っていう。釈迦切りも優しそうだよね。あの、女の子が優しいでしょ。みんな全然優しくないですよ。あの一番女の子にしたもう過去ね。過去だから、もう、はい、急ぎ休んでるだから、一番過去に女の子にしたひどいことって何？マジで。あの配信で言える範囲で。全部いい。あるか、そんなこと。いや、例えばなんか、俺は怒ったら、はい、荷物とかをまとめて外に放り投げちゃったりしたことあるのね。ああ、そういう話だったら、俺、今の嫁と喧嘩したときとか、うん、出てけって言いますよ。ああ、まあ、それはちょっといいじゃん、別に。でも結構前、もう相当前です。同棲初期ぐらいの時に。出てけって言うたら、でも本当に荷物マジで段ボールでまとめるんですよ、綺麗に。そっち系の、なんかちゃんとしてる子なんだね。綺麗にまとめますよ。いやでも配信じゃあ今度飯食いに行った時にその話しましょう。配信じゃ言えない話しか。びっくりした。女とか薬漬けさせてるわけじゃないの。違う違う、そんな。犯罪じゃない。一人でやっちゃったんすよねみたいな、そんなじゃないのよ。犯罪じゃないし殴っても。薬漬けにしていいこと聞かしてるみたいな。そうベロベロになってたら。チャカーとか言ってた。あんなのガチで聞くやつ。よかったよかった。あー、ディズニーブッチャーありますよ。俺は全然あるよ、そんなの。ディズニーって言われて、で俺めったに出ない、その配信ばっかしてるじゃないですか。うん。で、じゃあ明日はもう本当にディズニーねって言って、うん、朝7時まで配信して、うん、夕方6時ぐらい起きました、ね。全く一緒だわ、それ。8時間寝坊して、起きて配信して忘れたわ。え、つうか、それ配信残ってません？残ってる、残ってる。俺なんかそれ見た。それだから世の男にね希望を与えてるんだよ。そのなんかちょっと聞いてっつって。そうそう。俺が遅刻してんだけど、とりあえず配信つけたってある意味わかんなすぎでしょ。いやそれだったらまだいいけど、もっとひどいのがあって、姉ちゃんの結婚式配信で寝坊しちゃって。あ、俺それ見たことあるわ。親から戸籍抜くって言われたんだよ俺。親族の結婚式出れねえやつはもう加藤家じゃねえっつって。俺謝り行ったんだ、ほんと。結婚式寝坊はなかなかヘビーだな。で、うちの姉ちゃんが、ジュンは多分来ないだろうっつって。来ないだろうっつったの。すごいできた、姉でさ。よっあいつ寝坊するって言って、なんか、エンドロールみたいなところに、弟加藤11みたいな感じで流れてたし。準備されてたんだ。準備されてた。すげえな。次回社じゃないですか。そう。俺割と最近その動画見たな、ディズニーのやつ。俺思わず嫁に言いましたもん。うんこちゃんもやってるぞって。うんこちゃんもやってるぞって言うか、うんこちゃんとんでもねえって。びっくりした、俺のせいにして逃げたのかと思った。ああ、違います。この頃のうんこちゃんやべえっつ。最近だからすごいね、大人になったんだよ俺も。大人になった。また。チャカキンフォールガイズ超うまくない？その話聞くの。そう、なんかね、虫ずが走る、なんか俺が、わ、虫ず。シャカの方がうまいみたいな。すげえ虫ず走んだ、なんか。洗脳されてる俺の人じゃん。チャカキンフォールガイズ一番うめえやん。今度勝負しようぜ。まあ、いや、いいっすよ。俺、でもマジでうまいっすよ、俺。あのね、なんか、らしいね。俺、たまに見るけど、勝ってるイメージしかないわ、あの、ヘキサゴン。ヘキサゴン。ヘキサゴンめっちゃうまいでしょ。いやでも最近ちょっと勝てないんですよね、なんか。まだチーターとかいるからじゃん。いやでもチーターはチーム戦で殺せますよ。あ、マジで？チーム戦で、まあ味方にいたらもう自滅して。あ、まあそうだね、それ俺もやろうと思ってるわ。敵にいたら結構、チーターがどのスキンつけてたか判別して、その何チームにいるかを見て、おー。うん、ここだけめちゃめちゃ攻撃しに。あー、なるほど。そしたらチーム戦って一人が頑張っても勝てないモード結構多いじゃないですか。もうそうだね、サッカーとかね。今度なんか配信者集めてやろうよ、あれ。あれめっちゃそう、俺配信者60人集めてやりたいよ。でもさ、大規模だな。全然知らないやつとかもさ、友達の友達の友達みたいなさ。いや、みたいなやつをこう引きずり下ろして殺しちゃった挙句俺まで死んだりしたら多分めちゃめちゃ。
ちょっと怖えなって思う。キルル高いでしょ、だって。それが面白いじゃん。ちょっとなんか女のさ、なんていうの、信者多そうな配信者とかをすげえ引っ張って殺して荒れるみたいな、ちょっと楽しみなんだな。早めに殺すでしょ。なんかごめんって言いながら。いや、引っ張って殺して、殺すだったらまだ笑えますけど、うん、あの殺した挙句、俺まで、殺した側の俺までちょっと間に合わなくて死んじゃう。あれ相当なあれ方すんじゃねえかな。そうだね。おえと思って。ねえさ、社会に聞きたかったし、ね、身長何センチ？俺196っす。ええって、それ、ふじなみじゃねえかよ。ちょっと、なんで身長何センチ？ 175 ぐらい？もっとあるよね。俺180弱ぐらいっす。180弱あるんだ。自称180。でもなんかさ、はい、会った時さ、なんか、俺そんなに身長高くねえよって顔して生きてたじゃん。え、なんかそういう顔してなかった？どこですか？いや、なんかわかんないよ。いや、なんか俺顔つきでわかる。俺身長高くないですよみたいな顔して生きてたからさ。それかな、多分イメージでしょ。いや、そうかな。いや、俺結構自分のこと身長高いと思ってますよ。あ、そう、で180あったら高いじゃん。そうっすね、80ぐらい。でも俺180あるよっていう顔してなかったからさ。どういう顔なの？いや、じゃあなんか、え、じゃあギアさんはそういう顔してる？いや、あのね、190超えてくるとやっぱ、なんていうの、人に優しくなれるじゃん。だちょっと強く押したら、やっぱなんかやっぱ、力が強いから、ちょっと強く押したらさ、やっぱ女の子とか死んじゃうじゃん。なんでそんな格闘技習ってる？いや、そうでしょ、やっぱ身長高いと、やっぱ。いや、ならんでしょ。いや、筋肉もやっぱね、つく。まあ、筋肉は多分ついてたら人に優しくなると思いますけど。多分俺が本気出したらこいつ死ぬなっていうところから多分優しくはなりますけど。高いだけだったらな。俺が知ってる人類の男の中で一番優しいのはスパイギアだよ、本当に。ああ。めちゃくちゃ優しいと思う、あの人。俺、でもやっぱ打足さんかな。あ、いい勝負だよね。うん、そうですね。でも首絞められたら多分ギアさんは怒ります。違う、首絞められただけじゃん。首絞められて足浮いてたんだって。多分それで怒んない人、俺多分本当にあれなんじゃない、絶滅危惧種なんかじゃないかなって思いますけどね。首の絞められてさ、足上げられて、まあまあってさ。そこでまあまあが出るのは多分打足さんだけっすよ。イラッともしてなかったよ。まあ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 やめないよ。そんな人いないっすよ。俺それでなんかね、そんなやからみたいなのにイラッとしてたんだけど、それ見て笑っちゃってよ。自分は未熟だなと思ったの。やっぱ優しい人って周りも優しくするんですね。そう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 。俺はなんて小さかったんだって。自分の小ささ知ったよね、ダサくさんな。ヤムチャがさ、人造人間に殺されてる時のあれだよ。マジで。顔を持たれてこうやって上げられるって。あの、胸貫かれて。そう、ダサくさん胸貫かれてるからな、俺なんか言って。それで、だってヤムチャの口からまあまあ。あの状況でまあまあ言えないでしょ。スパイギアは言う、あ、言わない、やっぱ怒る、やめない。やめてって言うから。やめてとは言うと思いますよ。ああ、もうそうなんだ。じゃあ、優しさランキングは出す、そんなの上か。まあでも、それが優しさなのかっていうところはちょっと議論ですよね。いや、優しさでしょ。やっぱ、打足さんはやっぱ、人の悪口絶対言わないから。おー、いや、それすごいっすね。絶対に人の悪口言わない。あの、女の子の悪口とかも絶対に言わない。配信外とかでも。なんかその、なんかそういう話とかって、おちゃんは。え？いや、あいつはああいうとこあるよな、みたいな話とかするんですか？まあでも、人並み。する。うん、するするする。人並みぐらいにはする。ダサさんは絶対に、別れた女の悪口とか絶対に言わない。ああ、いやでも別れた女の悪口は言わなくないですか、男は。でもなんか、あのひどいことされてたりする。ああ、それは確かに。で、それで世間一般的に、打足さんが悪いみたいな認識になってるのに、打足さんも絶対に言い訳しない。帰ってきてんじゃん。聞いてたわ。また、やめちゃうみたいに貫かれた時の話しちゃった、打足さん。やめろ。やめちゃう。打足さんって人生でさ、マジでガーッと頭にきて怒ったことないの？ないな。ないんだ、やっぱ。頭に来て
そうね。怒ってるとこ見たことないわ。え、中学生ぐらいの時とか、こう中高小学生、うん、小学生はあれか、中高生ぐらいになって親と喧嘩とかしなかったんですか？親と喧嘩とか会話がなかったの。そうそう。めっちゃ突っ込みにくいじゃん。なんで会話だったんですか？もう言えねえよ俺。いや仲悪いわけじゃなくて、あの一人親だったからさ、結構働いてる時間長かったんだよね。あ、ほとんど忙しかったって。そう、ほとんど会わないし、うん、朝おはよう、夜お休みぐらい。ああ普通か。そうそうそう。誰が仕留めるかは関係ない。そう観察なのによくそれでいいグレもせずにグレ。いやでも俺あれだよ、25ぐらいまでずっとニートだったからね。もうグレてるってグレてた方が良かったかも。バイトを始めては続かずやめみたいな、とんでもないやつ。バイトなぁ。ずーっとオンラインゲームやってた。うわぁ、わかる。俺東京出てきた時、ほんと家追い出されまくってたからな。追い出されまくるって何？あ、俺、FA4 の時の知り合いのところに居候してたんですよ。ああ。最初、東京出てきた時。なかなか、すごいことすんね。で最初の1件目は2ヶ月経ったら本当出てってもらうから、2ヶ月で仕事と家探してするんだぞって言われてて、うん、でまあ2ヶ月間ずっと MMO やっていやぼちぼちっつって。それもともと移送するときにさ、その仕事見つけたら出てくわみたいな約束してた上でってこと？約束してた上で。なるほどね。見つけたらっていうか、2ヶ月経ったら、まあ、済ませられないから、おっ、はいはい、閉じていきます。